どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきてるかなと思います。今回ね、不安とかストレスを減らすための呼吸トレーニングを5分間やっていこうと思います。皆さんもね、できる範囲で挑戦してみてください。やり方は簡単。座っていただいて、座るのが辛いなって方は寝ていただいて、仰向けに寝ていただいて、お腹に手を当ててください。で、呼吸を吐いて、吸って、するタイミングで、大きくなって、小さくなってしていきます。で、そのお腹が大きくなって、小さくなってって動くところに注意を向けてみてください。で、ポイントはもう一つあって、息を吐く呼吸の方を長くして、吸う方を短く。という風に、息を吐く息を長くするっていうのがポイントです。はい。ではね、できる範囲でやってみてください。それではやっていきます。はい、5分間。まず座っていただいて、寝てる人は寝てよ、そのままやってみてください。お腹に手を当てて、息を吐くところから一緒にやっていきましょう。息を吐きます。息を吸って、息を吐いて、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 続けてください。息を吐いて息を吸うタイミングは無理に合わせようとせずに自分のできる範囲でやってみてください。息を吐くときに体が少し緩くなって、息を吸うときに少しシャキッとすることに注意を向けてみてください。リラックスしているときには体が少し緩くなって、息を吸うときに少し体が引き締まって、少し緊張感を持ってリラックスして、息を吐くことでリラックスして、息を吸って少しシャキッとして、吐いて吸ってを続けてください。なかなか注意し続けられないなと思っても、自分を責めずに、そして評価せずに、ただただ呼吸に注意を向ける練習を続けてみてください。吐いて、吸って、吐いて、なるべく毎日のルーティーンのうちにね、組み込んでいただいて、なるべく毎日、一日に一回ストレスをリラックス、不安を減らしたりとか、そういった自分のリセットタイムを作ってあげてください。息を長く吐いて、
息を吸って、また長く吐く。もう間もなく5分経ちます。今一度注意をね、呼吸に向けてみましょう。はい、お疲れ様でした。5分間。やっぱりね、こう、今ちょっとリラックスできてるのがわかるかなと思います。で、この後多分少しまた何かね、日常生活を送っていく上で緊張感が高まってきたりとか、はたまた何か別のことで恐怖を感じてしまったりすると思うんですけど、その都度その都度、タイミングを見計らって呼吸法っていうのを使っていってほしいと思います。こういう一度呼吸に注意を向けることって言ったり、そういったものもマインドフルネスって言われて、今に注意を向ける練習になっていくので、そして今に注意を向ける練習が上手になっていくと、そうすると不安に飲み込まれづらくなっていって、物事を客観的に見られるようになっていって、そういった、なんだろうな、客観視みたいなものがね、自分を混乱とか恐怖とかっていうものから、そういったものに飲み込まれづらい自分っていうのも作ってね、いけると思うので、ぜひぜひ続けてみてください。で、完璧を求めずにやっていくことを優先順位として高く設定して、どんどんとやってみてください。なんだけど、ずっと続けていこうって思っちゃったら、カレンダーにね、この日とこの日とこの日とこの日って書いちゃったら、辛いから、まあ、とりあえず今日、しっかりやっとこうって、明日のことはまた明日考えようっていうことを、頭の片隅に入れておいて、とりあえず今日やろう。とりあえず今日はやろう。まあ、今日はしんどいからいいや。とりあえず今日はやろうっていうふうに、そんな感じでね、続けてみてください。そしたら、気づいたらね、すごいところまで行ってるかもしれません。はい、そんな感じでまたお会いしましょう。こういうね、実践動画はどんどんと増えていくと思います。やっぱりこう、実践ね、一緒にやってくれてる方がいるので、そういった方をね、サポートできしたいので、僕はこういった実践動画っていうのを増やしていきます。はい、そんな感じでね、一緒にね、元気になっていけたらなと思います。はい、そんな感じでまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。